5月23日火曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。 この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です気になることはいっぱいありましてね、えー、昨日も気がついて今日も気がついたんですが、はい、っていうか昨日初めて気がついたんで昨日って月曜日ですねで昨日から放送が始まっているのか、うん、それ以前から放送が始まっているのに私が気がついていなかっただけなのかが謎なんですけども、はい えー、7月14日に「私の講演会」というのが日本放送主催であるということがご存知ですか小耳に挟んでおりますよいやそれで私の知り合いからですね <laughs> えー、えー、私の知り合いから辛坊、うん、さんの,あの7月14日の食育の講演会の、えー、ラジオ CM を聞いたんで「うん、はがきを大量に出してあの <laughs> 応募しようか」と「なんか無料講演会」ですか「<laughs> えーえー、無料講演会で」で「はがきを大量に出す」って言うから、うん、えっと思って。<laughs> はい 食育の講演会なんか俺受けたかなと思って <laughs> 日程を見たら7月14日に確かに私の手帳には「LF 講演 2>,、えー、え2時から2 3時半」って書いたんですよ、はい、だからまあ受けたことは間違いないですね。テーマをねで昨日ふっと気が付いてで、うん、今日も同じ CM に気が付いたんですが、えー、CM ではなんか太平洋だにまつわるような話みたいなテーマになってたような気がするんで。はいはい これ食育の講演会なんですかって増山さんに聞いたらわかる話。いや増山,増山さんに聞いてもわからない。詳しいことはあれですけれども。あのー、講演の中身は食育に特化しているものではないと思われます。思われます?。思われます?ちょっと。多分増山さんこれ日本放送の講演だから、うん、増山さんは一枚噛んでる?。 っていうか私の認定を知ってるぐらいだから勘、まあ、ではないですけれども、ええ、あのねやりますよっていうことは聞いていますねは,あ、はあ、はい百名の方を無料でご招待をしますという講演会ですねちょっと待ってください今あの個性作家の鍋ちゃんがパソコンで開催用紙を出してくれましたが、うん、東京協会会員様そうですよはへ東京協会、うん、が主催なんですねあ そうなんですか。はいはい、このビルをねお借りしてるね。食育知識教養セミナーなんだ。はい、これを多分あの定期的にあのいつも開催されておりまして、そ,ううその中の一環として今回のお客様辛坊さんで、えー、講師としてという形じゃないでしょうかね。タイトルはあつを読む正しい判断は正しい情報から」という、うんえー、ジャーナリストで海洋冒険家の辛坊次郎さんという方が講師にいらして、はい、司会が日本放送アナウンサーの飯田浩二さんという方ですそうなんですよ。<laughs> あ、それでアナウンス室長としては当然管理の都合上知ってなきゃいけないということもあるわけですね一通りのざ、ね、っとしたところはねあそうでしたかいややっといろんなことがつながりましてね, <laughs> ねそれお受けするときにちゃんと多分ね簡単な説明はあったかと思われる大丈夫です僕は人の話は全く聞いてませんから <laughs> そうなんですよねあのね、意外と辛抱さんね人のこと言いますけどね人というのはね <laughs>、はい えー、聞きたいことしか聞かないんだよ <laughs> でもそうなんですよね,ね人っていうのは要するに一生懸命話したって相手に興味がないことはね、うん、伝わらないんですよ聞いたとしても蓄積されないんですよねだからね,ね私ね長年最近このネタ講演会で使わないんですけどだからもう講演会で使わないネタだから言いますけどって講演会で使うネタだったら言わないのかよはい言いません講演会で使うネタは大切なネタでですねこれラジオで一回喋っちゃうと電波力が強い、はい 多いですから公演,演ってだ大体今度の公演でも 100, 100人とか150人じゃないですか、うん、ねだけどまああのラジオの場合は何人聞いてらっしゃるか分かりませんからここで言っちゃうとですね公演会で使えなくなっちゃいますからだけどもう最近このネタしてないんでしゃべりますけれども、うん、あの一体言わないの言い,い争いって必ずどこでも起きまますすよねねありますねどんなところでも起きますよね。うん で言った言わないの言い争いが起きた時に私はもうもともとの持論なんですけど、うん、言った言わないの言い争いが起きた時に多分大体のケースは言ってます。 うん、大体のケースは言ってますであの言った言わないって言われ聞いてないよっていう方はいやあんた聞いてなかっただけでしょっていうケースが大半なんだけれどもそれを言い始めたら言った言わないは必ず水掛け論に終わってしまいますからはい、はい、言った言わないの言い争いが起きた時に誰が悪いかっていうともう100% 言った側が悪いといとうふうにままず認識しましょうとつまり情報というのは相手に伝わってこそ言ったということだから単に口から発しましたということはそれは言ったことにならないと理解を相手の脳みそにちゃんと定着したのかどうなのかというのを伝えて側が,伝えて側が確かめないと言った言わないの言い争いはもう永久になくならないだけどまあ大体のケースは言ったっていう人は言ってるんですよ。言っっててるるんだけけども伝わわいいいないという事実があるわけです ですよ伝わっていないという事実があった場合にはやっぱり言った側は口には出してたのかもしれないけれども、えー、その時点で相手につな伝わらなかったということは伝え方が悪かったんで、うん、その時にしっかり伝えたということをやっぱ後で主張するためには。 まあ嫌な話ですけども,も,もうその場で紙一枚書いてもらって「聞いたよな」っ <laughs> て言,、うんね、言ったぞ俺はとここにちょっとサインしろと借用 <laughs>、うん、書じゃないけれども、えー、そのぐらいなことをしないと、うん、いくら言ったっってて口かから音を出したって相手に聞く気がななきゃ情報ん言わないの言い争いが起きた時にはに、うん、大体の場合は言った側が、ね、正論を吐いてるって言ったには違いないんだけどでも伝わって ていいななかったたととうのも一つのもつ事実なんでずっとまたね相手が嘘つくケースもある本当は聞いてるんだけども、ね、聞いてなかったっていうケースも <laughs> だけどそういう言い逃れを許さないためには、うん、伝える側がもう確実に伝えましたということを後で証明できるぐらいにしっかり伝えないとあ<ー>なんかあの「いや言いましたよ」って言うんじゃこれはね 伝えたことにならならいって情報伝達っていうのはそれだともう常にあの後から言い,い争いになって水かけ論になるから情報を伝えた伝えないっていうのが後で議論になった時にはまあ責任は伝えた側にあるんだということをまず前提にしないと一体言わないはなくなりませんよという話を随分前は講演ネタでもうちょっと具体的な話も含めながら喋ってたことがあるんですが。 このネタもうやめてから10年ぐらいになりますからもう時効でしょ。ということでその7月の日本放送主催の講演会は確かに聞いておりますやるということは手帳に書いてあった多分ねそこで手帳にメモしたところまでは相手はね確認してると思うんですよ。大体私信用ないですから私があいう聞いてなかったということが結構あるもんですからその場で最近はみんな学習してですね「慎まさんそこで手帳開いてください」と。手帳に 今何月何日何時に公演だって今すぐこの場で書いてくださいってそういう人最近ずいぶん増えましてねだかそうなんですだか私手帳開いて7月の何日っていうのをなんか,2時から3時半とか書くわけですよ <laughs>、はい、その証拠は残ってるんだけど何の講演会とか手帳には書いてないわけです。 でそれを後から聞かされてびっくりしてえー、そんな講演だったのみたいな <laughs> 一応内容もね聞いて受けているわけですからだから何回も言ってるじゃないですか、うん、一体言わないの言い,い争いが起きた時 <laughs> そこでそれを主張するんだったら私が手帳に目をしてる時に食育って書いててください食育ですから食は食べるで育は育てるですからねとか食育 <laughs>、はい、ですよは分かりました食育ですと <laughs> <laughs> そこまで書いてあればもうしょうがないじゃないですか。えーえー ささててですすかかなんちょっと本番前にですね今日火曜日じゃないですか火曜日って週末に来たお返事集中日なんです私の手元にですね週末に来た本のサインとかなんかするやつが届くわけですよで今日本番前に一冊本をしていたらその本にピラピラと紙が1枚挟まっていてですねちょっと意味不明なんですが「辛坊治郎様サインお願いします」。 えー、アスタリスク、まあ、米印っていうんですか、はい、なんかそういうのがこう手書きでありまして「1980年代辛坊さんがギリシャのアテネに行った時アクロポリス神殿の中腹丸岩崎さんは現在川崎で居酒屋をやっています丸でアクロポリスのギリシャの神殿の絵が書いてあってその下に参道みたいなやつが書いてあってその途中に岩崎さんはアパートを借り針金在庫を作って売っていた。 以上終わりなんです <laughs> それでこの岩崎さんという人がサインを求めてきてるんなら話は絶っとればいんですがはい、はい、全然違う名前の人があの本にサインしてちょうだいっていうことで本を送っていただいたのはいいんだけどこの1枚のメモ書きが。 謎謎を謎を読んんででいるんですがちょっとね一つだけ思い当たる節があってああるんだ今日はしてきてないですが松山さん気が付いてないでしょ昨日ね私大阪から出てくる時にの腕輪をブレスレスットを昨日してたんですよ今日東京の私のキッチンのカウンターの上にそれは置いてきちゃったんでえいえい今日はあのブレスレットしてないんですが昨日していたブレスレットというのは、はい、ギッ。 ギリシャだったとという記憶はちょっと薄いんですが、まあ、これ多分、ね、岩崎さんという名前はかろうじて覚えてますがそ,すその人が旅行代金が困ってお金がないんでイギリス入国断られて私は当時聞いてた話はギリシャじゃなくてネパールで針金細工で作ってたっていう話だったんですがお金がなくて困ってるって話で。 あの食べるものも食べられないみたいな話でかわいそうだなと思ったんで「で何でご飯食べてんですか?」って言ったら「はい、こういう針金細工の腕輪みたいなものを作ってるんです」ってその方がおっしゃって、えーえー、いくらだったかな多分10ドルとかそんなぐらいの値段だったんじゃないかと思いますけど1,000円前後だと思いますけどそれをじゃあ1個買うわって言って1個買ったやつを。 それがよくできててですね、もうそれから40年も経つんだけど痛まないんです。いまだに大丈夫です。で,すで、それを昨日たまたましてきてたんです。はい、このスタジオに。はい、で、今日はまああの知ってるはもつけてきたんですが、まさかこんな手紙が来てるとは思わないですが、<ー>確かに1980年代、私あの初めて厳密に言うと80年代じゃなくて1978年か79年です。 80年代をもう就職してますからその直前ですね、はいうん、大学3年の時だと思いますがヨーロッパからアジアにかけて旅行した時にえ私がその日本人から「 その人が作ってるという針金細工のブレスレットを買い取ってそれが非常にあの丈夫なもので40年間使い続けて,てまあ厳密に言うとですねその間20年ぐらい使ってない時期があったんですがそれはこの番組にもお聞きになっている方はよくご存知ですけれどもあの今年の春に山の家というのをうっ飛ばしたんですよ。その山の山家にに置きっっぱなしになしてたやつを 家をっ飛ばすすに自分の私物は回収しますよね<ー>その中にそれが含まれてて、はい、で見た瞬間に「あこれ40年前の旅行の時に買ったよな日本人から」っていう、えー、その関係者から手紙がくるという。じゃその岩崎さんという方とこれを送ってくださった方はなんかこう多分ね同じ地域でね多分この岩崎さんという方は川崎で居酒屋をやってるそうですから。 飲み友達かなんかそのお客さんかなんかそんなんじゃないかなと想像するんですがきれいな字でね丁寧な、はい、よくわかるイラストなんですけどもここのペラ一枚ではわわかんねえわこれそれでさせてくださると思ったんじゃないですかあの時にね私がそのブレスレットを買った相手は、ね、40年以上前ですけども姿形も含めて覚えてますね不思議なことに。 えー、見りゃ少なくともその年だから今から40年若いわけですから<え>だから40年経ったらどんなおさんになってるかなんかわかんないですがそ,です、ね、その40年前の本人が現れたら私は見分けがつくと思いますこんなに人の顔覚えない新聞さんがね <laughs> 何かよっぽど印象的だった一、ね、つの番組でも三人以上のスタッフの名前と顔は覚えないというですね,ね,ねよっぽどのなんかインパクトがあったんでしょうね 何ですか。いちいち私をディスるのにね、あの道具あの話題を使うのはやめていただけませんか。本当に。ええー、まあそんなもんなでございまして、<laughs> いやーやっぱ長く生きてると面白いこともあるなと。<ー>はい、えー、皆さん本当にありがとうございます。で何が言いたいかというと言いたいことはただ一つです。はい、引き続きサイン会はやっておりますので、私の本を買って送っていただければ、はい、返信用封筒と切手はちゃんと貼って、はいご用意していただいて。

今日の東京株式市場日経平均株価は9営業日ぶりに反落しました昨日と比べて129円5銭安い3957円77銭で取引を終えました高値警戒感から当面の利益を確定するための売りが優勢となりました一方で午前中の 取引では円安の進行を追い風とした買いが広がりまして、取引時間中の変動幅は500円を超えました。そうですね。終わり値で129円下がってますけれども、うん、前場午前中の取引だと3万1500円近くまで行って、うんえー、バブル崩壊後最高値今日更新してますからね。はい、まあ終り値で更新しませ更新はしませんでしたけど、それにしても円安ですよ。そうですね。関数相場1ドル138円50銭付近。はい、昨日のこの時間ところ。 比べると60戦ほど円安これね外国人が買いに来てるんですがなんで外国人が買いに来てるかというと、まあ、日本株が割安かもしれないっていう話が一つあるのと、はい、もう一つはここまで円安になってますから、はい、円安になってて株を今あの買い日本だから円安も含めて日本株がすごいドルベースだと安いんですよ。<ー>むちゃ安いんで,す、はい、で買いに来ますよね。で将来株が上がってなおかつ円高に戻ると、うん、少しでも戻ると両方相乗効果でむっちゃ儲かりますからドルベースだと。 んはい、そんな思惑もあって、ええええ、外国人街が殺到しているみたいです、はい、さあ、ズーム、そこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返る、ズームフラッシュをお送りしますで今日4時台にズームする話題はスーダンの武力衝突、避難民の現状と停戦合意の実効性ということでキャスターでジャーナリストの堀潤さん、スタジオ生出演です。 でご時台は日本が2032年のアンポリ非常任理事国選挙に立候補というニュースにズームしていきます番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております <laughs> ボリボリってう結構すごい音しましたけど私だけ聞こえてる、はい、あの松山さんだけですオンエアには載っておりません はい <laughs> そうですかなんで笑い出したのか多分ねリスナーさんはわからないと思います <laughs> 私がそんなもうおやつ中にせんべいボリボリ食うわけないじゃないですかずいぶん食べてるじゃないですかはいメールで送ってくださる方は <laughs> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいで今日のエンディングをお送りするズームミュ ジックリクエストのお題はラジオの本番中に相方がせんべいを食べ出した時に聞きたい曲 <laughs> 本当ですよちょっと素晴らしい曲のリクエストお願いしますね <laughs>、えー、ラジオの本番中に <laughs> 相方がせんべいを食べ出した時に聞きたい曲 <laughs> はいお待ちしております選曲の理由も書いてズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。 ニッポン放送ズームそこまで言うかここからは昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュですロシアのリャプコフ外務次官は22日 G7 広島サミットで発表された首脳声明に関して現実をねじ曲げていると批判しましたロシアの核兵器の威嚇に反論し作り話と一周した上で 核の脅威は西側諸国かららもたたされていると主張しましま岸田総理大臣は昨日 G7 広島サミットに、ウクライナのゼレンスキー大統領が対面参加したことについて、4月にゼレンスキー氏から強い要望があったと明らかにしました。 政府は次元の異なる少子化対策について話し合う子ども未来戦略会議の4回目の会合を開き財源確保策の議論を行いました岸田総理大臣は会合で大前提として消費税を含めた新たな税負担は考えていないと表明しました 政府は東京メトロの本田勝会長が退任し公認に東京都副知事などを歴任した川澄俊文副会長を当てる人事を閣議了解しました本田氏は国土交通省の元事務次官で今年3月民間企業空港施設に対する人事介入が問題になっていましたアルメニアのパシニャン首相は 領有権をめぐって争う地域で自国系住民が暮らすナゴルノカラバフについて対立する隣国アゼルバイジャン領と認める可能性に言及しました長年の領土紛争の解決に道を開くシナリオといえますが条件をつけており実現は不透明です 河野デジタル担当大臣はきょうの記者会見でマイナンバーと公金受取口座を紐付けして登録する手続きで誤って他人の口座が登録されるトラブルが複数発生したと明らかにしました。人為的ミスが原因です。 二十一日投開票の東京都足立区の区議会議員選挙の議席が確定し、十九人を両立した自民党は、七人が落選し、十二議席。公明党は、十三候補全員が当選し、自民党を上回りました。衆議院小選挙区の候補擁立をめぐって応酬を続ける両党に影響を与える可能性があります。 満期から一定期間が過ぎて権利が消滅した郵便貯金のうち貯金者の請求を受けて返金した金額が2021年度分は元本ベースで2億円にとどまることが分かりました朝日新聞が報じました最後にお伝えしている朝日新聞がね、えー、まあキャンペーンみたいな形でこの間から書いている話なんですがこれはねひでえ話っちゃひでえ話ですよ あの民間の銀行等に預金して長年、放っておくと10年以上休眠口座だといっぺんあの、まあ、いわゆる休眠口座ということになるわけですよ。はいえー、そのまま放っておくと持っていかれちゃうみたいですけどもだけどあ気がついてです、ね、それを俺の金だから引き出したいっていうと10年以上経ってても引き出しできるんです。うん、つまり民間のの銀行の場合は消えないんですよ、うんはい ところがですね郵便貯金に関してはこれあの、郵政民営化前の法律が適用されているところがあって、うん、郵政民営化前にした定額貯金みたいなやつを20年以上放っておくと、はいえー、その法律によって引き出せなくなるんです。はい 結構これその朝日新聞に書いてある話が悲惨で若い時に50万円を定額預金うん、うん、定額貯金にして、うん、その後何回か引き下ろすチャンスがあったんだけどその時に郵便の人に「いやこれね利息がいいからこれ下ろしちゃたともったいないよ」うん、みたいなことを言われて、うん、下ろさずにずっとほっといて、うん、でいざもういるようになったから下ろそうと思ったらこの法律に引っかかって下ろせません。 いや私、間違いなくいやあなたが貯金したのはもう証拠もありますし証拠がだけど法律によって、えー、満期から20年経つとおろせなくなるんです、えー、俺の金じゃん、私の金じゃんだけどおろ,ろせませんの、一点張り。で、特例があって、お、はい、ろすタイミングで地震が来ちゃったんでおろせなくなりましたとかって特別な例が <laughs>、えーね、理由を証明できれば。えーえーはい でさっきのニュースで、要するに2億円、復活承認2億円だけってのはそういう意味で、はい、あの500億円近く、俺の金だから返せっていう請求があったんだけど、うんうん、いや、それ、特別な理由があったんで、まあ、返してあげましょうっていうのが2億円で、2> 2円でね、残りの400億円以上がですね、自分の金なのに返ってこないっていう、いこれ、かわいそうじゃないですか。 それもねそれいちいちこれ審査するわけですよ、はい、その審査にかかる手間を考えたらもともとその本人の金なんだから払い戻してやった方が、うんうん 費用も安上がりなんですよだけどね法律の立て付けがそうなってるから私ね国会の不作為だと思いますよこんなもん一刻も早く法律通して変えてやれば救済できる話なのにはい、はい、国会がやらないから、はい、あのいや一応法律でもこうなってますからって郵政、まあ、も言うしかないっていうところがあるわけですよこれちょっとねあの目に見えないところで国会の不作為この国むちゃくちゃ多いですよこれはあまりにかわいそうだわ。 5月23日火曜日時刻は午後4時3分を待っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と真山さやかでお送りしています。さあご意見なんですが、はい。ありがとうございます。神奈川県53歳男性のマミちゃんさん。 言った、言わないの話は,はい、はい、私も頻繁に経験していていっそのこと、人と会うときは常に録音しておかなければならないのかと痛感しております。っていね言った側は「言ったはず」との主張は曲げませんし言われた側は「聞いてないよ」と困惑するだけ相手に伝わらなければ言ったことにはならないと思います。その通りですと、ね、おっしゃる通り、はい まあねそ,<れ>そうなんですよ <laughs> せっかくここで使ったから公園でも復活さそうかな。<laughs> えいいんじゃないですかでなんかね深く,しし深く納得しましたよ。そのの話この辺でラジオで聞きましたとか言われるのもな。<laughs> 本当にじゃあこの公園はね気を使うわけですよ。うん、というのは公園って結構あの主催者の方によったら気合いを入れて。 まあ行く側はねそれはあの年間何十回か何百回か知らないけれどもそのうちの1回じゃないですかワン・ノブ・ゼ部ですけれども迎えてくださる立場からするとそれこそ周年企画みたいなことになると5年に1回の大イベントだったりなんかするわけでそしてようやく辛坊さんに来てもらえるっていうそれはないんだけどもでもそうなんですだから時々すごく反省することがいやこっちはルーティーンで行ってあの喋りながら。 喋りながらも、うん、今日は晩飯何食おうかなとかそれ講演会でもそんなこと考えてるんですかここでもいつもねもう終始晩御飯何食べるかね考えてます、ね、世の中で一番大切なのは何食べるかですよとにかくね今読んでるのが旧約聖書から読み始めたじゃないですか終わらないのよ、うん とにににかく旧約聖書にしろ新約聖聖書書ししろろ新ですね本当に信者の皆さんには申し訳ない話なんですが夜寝る前にの読み始めると落ちてしまうんですねこれがどーんと落ちる気がついたら落ちてるもんですからなかなか進みはしないんですよ。これはまたね旧約聖書の時代は多分ねやっぱ食べ物がなかったんだろうなと思うんですねだからもうあの飢餓の話がもう再三出てくるんですよ。 ああキリストの新約聖書でも出てきますねところがねパンのがほんのちょっとしかないんだけれども、うん、まあイエスがそれを分け与えてあのその残ったあの食べ残しだけ集めても最初に分け与えたよりもすごい量が増えてたみたいな奇跡がね<ー>結構その聖書の中に書かれているんで<ー>やっぱこの聖書のできた時代には食べるということが本当に大切な時代で。うんうん まあ、あの辺基本的に中東って砂漠地帯乾燥地帯だったりなんかするんであ、えー、まあ日本みたいにこうなんかしょっちゅう雨降ってるようなところと、うん、またこれはいろんな感性が違ってくるんだと思いますが、うん、だから人間にとって何が大切かというと、うん、私は太平洋をお断ってよく分かりましたけど、うん、食べるというのがですね <laughs> 優先順位としては相当上ですいや相当高いと思いますよ。でしょそうするとまあ っていながらやっぱり今晩何食べようか。大切じゃないですかいやいやいや。呼んでくれた方々のこともっと愛情を持ってあのお伝えるようにしてください。い愛情はあるんですけど。いやでも何食べるかが大切で今日はもう決めました。<laughs> 今日はね牛丼です。はい。今晩は牛丼にしました。昨日はねカツ丼。昨日はカツ丼です。ね、はい。<の>牛丼な,なんか結構丼物が多いですよね私。ねうん、ちょっと今日やめてみようかな。じゃあパスタにしようかな。 いじゃないですかお野菜いいっっぱい入れて使って使パスタですかうん、うん、そうなんですあの,、ね、小麦粉というのがねね、はい、脳を刺激すするんです、ね、<ー>その話があのサンテクジュペリっていう人が言ってますか星の王子様」って星の王子様を書いた人の随筆で「なんとかの大地」っていうのがあるんですが、うん、これ太平洋横断中に誰かから差し入れてもらって読むもんなくなったんでそればっかり読んでたんですけどもその中にですね砂漠地帯で「 あの遭難したサンテク・ジュペリが命からがら砂漠を脱出して最初にクロワッサンとカフェオレを飲む食べる話が出てくるんですがその時の描写がね本当に美味しそうでだから一粒の小麦小麦からこう作ったパンを食べる時の喜びみたいなものが 砂漠地帯でも旧市に一生を得て帰ってきたサンテムジュペリが助けられた後であ<ー>カフェオレ飲みながらクロワッサン食べて、うん、そこの描写がものすごく幸せそうで、うん、人間ってやっぱりね食べるというのが本当に大切ですわ、うん、<laughs> かりましたじゃあ今日も美味しいご飯食べるために今頑張ってくださいか、ね、分かってますか気がついてますか何,すか何冒頭の食育に絡めてあの主催者要所してるっていう<あ>方向性に気がついてますか やそれき細かく考えて喋ってるんですよ。<laughs> こう見えても。<laughs> びっくりです。<laughs> はい。まだまだあなたからのご意見をお待ちしておりますのでね、辛坊さんに対するメッセージでもニュースに関することでももちろん結構です。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。t w i t t でもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストはラジオの本番中に相方がせんべいを食べ出したと。 先に聞きたい曲こちらも初めに仕事しろ <laughs> 本当ですよさあこの後堀潤さん登場です <laughs> 日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらですスーダンの武力衝突避難民の現状と停戦合意の実効性 スーダン国軍と準軍事組織即応支援部隊 RSF が20日、サウジアラビアとアメリカの仲介で7日間の停戦に合意したことを受け、開始から5週間となる戦闘の一時停止に期待が高まっていいまます。す現地の住民によりますと、首都ハルツームでは21日も空爆や衝突が続いています。 さあこのニュースにつきまして今日はキャスターでジャーナリストの堀潤さんにお話を伺いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします久しぶりですいやいやありがとうございます私時々ね堀さんの朝の番組に呼んでいただくんでねそうですね結構あのご無沙汰でもないですよね しかも明日の朝 <laughs> 行ったり来たり行ったり来たり <laughs> いやでも本当にありがたいんですよそねうんあのねいい場所にあるんですよ東京 MX ってもうあのねもう私ね今いろいろ考えてて <うん S 1> 折りたたみ自転車持っていこうかと思って <うん S 1> 折りたたみ自転車でね <laughs> ちょうどあの東京 MX からお堀端に出ると緩やかな下り坂で有楽町まで来るんですよ。ピュー と楽町まで小川で確かにずっと下り坂ですもんね。そうな朝堀さんの番組出て、それから自転車にまたがってピューっと坂降りてくると日本酒をついちゃうんです。<laughs> それがいいじゃないですか。ちょっとね早すぎるんでできることならどっか入れていただいて。<laughs> うん えー、朝飯食えるといいなとか思っでも本ん朝からいろいろ政治の話とか国際情勢とかをまあ語る番組にしているんですけど、えーはい、辛坊さんが来てくださることでやっぱり今回もこの後お話ししようと思ってるんですけど例えばまあ自衛隊の問題とか「ジブチに基地ありますよね」って言ったら「ああ行ったことあるよ」って「えあそうなんですか?え」えどんなところですか?」って言って。 そそうそうで、うん、今日ジブチの隣のスーダンの話ですかそうなんですよあの僕ちょうど2019年2020年スーダンの市民革命後の,あの現状というのを現地でずっとこう活動している NGOJVC に密着する形で南コルドファンというあの紛争地域と、まあ、そうしたと今回の戦闘地域になっている首都ハルツーム。 の取材をしていました。堀さんってその東京 M X のね、堀潤、はい、モーニングフラグっていうこれ朝のニュース番組という位置づけですよね。ええ、これ何年やってんですか。これは三年ですね。ちょうど三年すその前す身になる番組回せると東京 M X で朝八年ぐらい。八年八、ええ、年も朝から早起きしてんですか。しかもか朝からあのら国際情勢をこう語ったり、えーそ、それも、ね、そうなんですよ。<laughs> まあの小さな声でしか言いませんが、いやー。 東京ローカルのローカルの朝のニュース番組じゃないですかねそれなのに俺も出てってびっくりしたのはえこれ多分ね全国ネットのゴールデンタイムの地上波でも こんなネタやらねえだろうっていう国際情勢のネタやってんですよ樋口まずは上海協力機構ですとかねあれ,あれはあれですか堀さんの趣味そうですねっていうのが僕もともと経済ニュースに NHK の時にいたんですけれども、えー、やっぱり国民の我々の暮らしっていうのは世界の経済とつながっているしあまあそうですね世界の経済って飢餓貧困戦争紛争 各国の安全保障いろんなところにつながって全部連動してるじゃないですかなのになんでそれ伝えないのかなっていう思いがありましてだからやっぱり諸外国の動きとかをちゃんと見てみるとなんで僕らが今普段食べてるうどんが値上がってるのかみたいな話にもつながってくるしそういう意味で言うとこれもセクショナリズムで国際ニュースは国際部国内の事件は社会部政治は政治部。 これがそれぞれれれ、あのーうん、分けられちゃってるっていうのそ,れそ,れに,それにやっぱりねあの今昔はね放送局にとって私がテレビ局入って1980年代なんか、はい、ニュースはいやまあ盲腸みたいなもんで盲腸とは言わないけれども必要悪というかですねもう数字取れなくていいと、うん、だけどうん、うん、放送局の核であるとか建前みたいなものを大切にするために80年代はニュースがあったんですがところが90年代に入って。うん あの2つの番組がね世の中変えちゃったんですよ一つは NHK のあ NHK だ<ー> <laughs> NHK の NC9 っていうのがあってあ磯村さんそう、えー、でこれがねニュース素材で数字が取れるっていうのを最初に気が付き始めたのが NC9 がきっかけで次が「久米宏ですよ「<ー>ニ,ュニュースステーション」この2つの番組で報道ネタが一番経費が安くて。 まあ著作権がいろいろクリアしやすくて、はい、例えばあの結構著作権厳しいものでも報道扱いだと著作権法免除になってクリアになるんですよかだから最近やたらワイドショーがですね報道局の組織替えで報道局に移管するケースが多いんですよ。うんうん、これ本当に局内の建建前前みたいななもんなんだけどその建前が重要で、うん 制作局に所属してワイドショーを作ってるとそのニュース素材なんかに全部お金がネットワークのお金が発生したりなんかするわけです、えーえー、ところがワイドショーーを報道の下に組み入れちゃうとう、ね、ニュースがタダで使えるここがコスト的にものすごい違うんでうんどんどんワイドショーはやってるのはえニュースじゃねえじゃんなんだけど一応報道局の傘下に置いたりなんかするっていうトレンドの中で。 数字取れないよねって国際ニュースで取れないんですよ割とで数字取れないよねみたいなことは扱わないっていうのがもう本当大切なんだけどやらないっていう状況の中にあってよく東京ローカーで朝からやってますよね <laughs> <laughs> やりがたいですよね <laughs> びっくりだよ本当に <laughs> ね、えこのネタやるみたいな今朝なんかも基本的にあのマクロンがモンゴルに行ってウランの権益を獲得したっていうニュースを <laughs> あの結構じっくりやってまして、ね、<ー>マクロン外交と注目ですね,ね G7 とかフランスはやっぱり原発で飯食ってますから<に>それで意外と日本だとねあのウランは国産燃料みたいなイメージ持ってる人多いんですが今もう世界各国でウランの燃えるウランって限られてますから資源量が。取り合い燃えるウランの取り合いになってうん、うん これから,おそらく価格が劇的に上がっていった時にコスト的にどうなのっていう時代が原発も必ずきますすよよねこれなんで辛坊さんが朝来てくださるとこういう話が朝からフルスロットでできるんでいやほんとにもうモンゴルはあの石炭火力から脱、まあ、クリーンにしたいんだけれども原子力のやっぱり技術がなかなかまだないということでフランスとタッグを組んで原子力の 技術を手に入れ資源をフランスに融通し社会主義局共産主義圏のまあ両大国と張り合っていくっていうそういうまあお話とかをさせていただいたりとかするんですけれども。ということで話をスーダンに戻しますがちょうど2019年は市民革命で30年続いたバシールという独裁者を市民が倒した。僕はもう本当にあの聞きたたかったんですよ なんでででそこまでして民主主義が必要ですかとで途中治安部隊にそれこそ今回の RSF に弾圧を受けてはい、はい、500人とも700人とも言われる実数がわからないぐらいの市民は虐殺をされたんです当時。ええ、でもそれでもやっぱり平和的に私たちは民主主義を手に入れるんだと言っていたと。でまあ、民主主義国家の日本でであありりアメリカであり まあそれぞれぞ課題を抱えていいるじゃないですかだからひょっとしたらスーダンの皆さんがこれから民主国家を作る上で共にあの新しいまあ民主主義の形資本主義との付き合い方そういうものもひょっとしたらヒントがもらえるのかなスーダンの人たちからと。 で現場に行ったんですよ。どのルートでどうやって行ったんですか？ハルツームに入って,って、ハルツームにどっから入るんですか？はい、ハルツームは直飛はないですね。ないですね。ねあのエチオピア経由とか,か,かドバイ経由とか、ドバイね。はい、ではい、はい、ハルツームからはあの実を言うと、えー、あの空路はないんです。あのずっと戦争が続いていたので民間航空機が飛んでないので、あの国連機 が飛んで今回もあの軍事衝突によってハルツームの空港を燃えましてで国連の WFP が運営しているアンハスっていう航空会社の航空機が。 あの壊されましてでそれで人道支援が行き届かなくなっちゃったんですけど私もね国連機一遍ね国連機にあのアフガニスタンに入る時に国連機しか飛んでなかったんでパキスタンから国連機乗せてもらったことがあるんですけどまさにそうですね。っていう珍しい機体、えー、使ってましたけどね何年ぐらいですか、まあ、?2000 だからアフガン9.11の翌年の春ですねだから2002年の春だと思いますね。 はい、まあそれにしてもその時にお取りになった写真が手元にあるんですが、ハガキになってますけども、これ写真展かなんか開かれるんですかあ？ありがとうございます。来月の6日から11日まで、ええ、6月6日から6月11日まではい、両国と恵比寿にあるギャラリーであの恵比寿の方は？ レリーフというタイトルでスーダンレリーフあの手当て今必要な支援は何かで両国の方はホープ失われた希望は何か、えー、もう一回取り戻さなきゃいけない希望は何かというこれ二会場で展示されてる写真は違うんですか、うん、はい違いますあのエビスの方は映像中心で、えー、現場のルポーを見ていただきながら、えー、その世界観を写真でさらに考えていただくはい。はい えー、両国の方はまさにその失われた希望が何だったのかということにあの思いを馳せていただくために現地のですね子どもたちの様子を中心に取材をさせてもらった写真などを展示。うん、これ基本堀さんが撮りになった写真ですか。はい、そうなんです。ちなみにカメラ何お使いですか。あ、えー、ソニーのアルファ 7S3。<ー>えー、昔のミノルタですね。<laughs> <laughs> あ、あれソニーじゃないってことなんですね。えー、あ、世代がわかるよね。えー 俺らの世代だとソニーは別にカメラ作ってた、はい、作ってなかったです <laughs> 作っってなかったですよね。今おっしゃったカメラはね、えー、フルサイズって言ってですね、えー あの撮像素子っていうのがカメラの中にあるわけですよ昔でいうとフィルムに当たるところですねこの撮像素子の大きさが画質を決めるんですが、うん、今おっしゃった機種は,機種はですねフルサイズって言って昔の3 5ミリフィルムと同じ大きさのでかい撮像素子が入っている、うん、そうです、はい、私カメラの話し始めると5時間かかるんですよ。 本当にあの電気も電力も停電とかが続いているような地域ですから基本的に真っ暗になったりするんですけどフルサイズのカメラですからちゃんといろいろ光も入れてくれますし綺麗に真っ暗の中でもだから今回もその暗闇の中であの分断されていた家族が8年ぶりに再会する様子というのをあの立ち会いましてでまあ独裁者が倒れて実は内戦も停戦になったんですよ。 でバラバラになってた家族がようやく再会ができてここから国を作るんだと言っていたそのすべてが今回の軍事衝突によって奪われたと今回の軍事衝突よく分かんないんですけども、はい、両方政府機関でしょ政府機関同士の戦いなんですかあれは。えもともと、ねまあ、はそのスーダン正規軍がいてはい、はい、でバシールという独裁者がですね、えー、まあ私的な傭兵部隊を使って で、ええ、まあそのバシールを守るっていう名目でこの即応部隊、即応支援部隊、支援隊みたいなもんですね。そうなんです。はい、で元々はその僕が言ってた南コルドファンよりもさらに東にあるダルフールという地域で、ダルフール部隊がついて、ええええで、そこでまあ非常にこう。 プライベート、まあ、アーミーですねという形で参画をしていたチームでその彼らが今は RSF と名乗ってバシールの何かリクエストがあったら手先となっていくとだから非常にあの歪んでたんです民主化を進めようと言っていたんだけど正規軍がいて独裁者を支えていた RSF が残ってる状態で、えー、民主主義を目指したんだけれども。 やはりこの軍の力を弱らせようとした時にどっちが主導権を握るんだということで対立して今まではまさかとは言っても自国民にこれほど空爆などまでして追い込むようなことはしないだろうと言われていたんですが。 変数としてそこの背後にはロシアが絡んでいるとかですね。どううなりそうですか結局えっと非常に泥沼ですね、RSF はかなりの資金源を持っています、金の違法採掘などでそれを背景に、えー、拡大してきた組織ですので、そうした資金源などを立たない限りには長期戦になってしまう、えー、かといってこのスーダン国軍を、まあ、各国が支援するようなことになると内戦が激化してシリアのようなことにもなってしまうと。 今アメリカやサウジアラビアなどが周辺国がですね、えー、まあ定戦を持ちかける形までもここにはもともと中国やロシアといった権威主義的な国がアフリカでの,まああの影響力を強めたいということからスーダンから東につながる西 アフリカ地域サヘル地域はほぼ権威主義的な国にどんどんひっくり返っていってるとそうですよねだってスーダンスーダンってあのエジプトの、まあ、私なんかあの学校で習った時にはあそこアラブ連盟とかアラブ連合かなんかっていう名前だったよ、ね、<laughs> エジプトじゃなかったんですけど <laughs> その南がスーダンで、うん、そこから東南に下るとエチオピアですかねそ、はい、れで東に下ると一つ国を置いてその東にジブチっていう小さいところがあって、うん、ここに中国の唯一の対外基地があるんですが。 これがまあ巨大基地ですからねだからもうあの辺中国完全に抑えにいってますよね今いや僕はその、えー、と昨年末に岸田政権で安全保障に関しての安保三文書と。 でそこにまさにそのジプチがこれまでは海賊対策で置いていたけれども、まあ、状況変わったのでえまさにまあ法人の退避であったりとかこの地域のまあ安定にまあ自衛隊を活用するんだということが明記されていてあんまりこう自衛隊のジプチに注目が集まることはあまりなかったと思うんですよね。でもそこには中国の 基地がありアメリカの基地がありフランスの基地があるそういう中で僕もいつか取材に行かなきゃと思っててそしたら辛坊さんもう行かれてたというお話だったのでとにかくね私とにかく暑かったという暑かった行って帰ってきて <laughs> 暑いなここっていうそれで終わりですから。<laughs> 私なんか生かしても、無意味ですね。まあ、あってなことを言っているうちに、時間が来てしまいましたんで、あの、もう一遍写真展のあ。写真展ですね。六、はい、月六日から十一日まで開催されまして。恵比寿が広重ギャラリーってとこですね。で、両国が。ピクトリコショップギャラリーで、同時開催という、別々のね、展示をしてますんで、ぜひ、はい、両方に足を運んでび。私も午前午後で、両方の会場いますので。そうです。はい。 直接伝えたいなと思っています堀潤さんに会いたいという方もぜひ、はい、チャリティーにして、その上がりは国連の機関だったりとか NGO に寄付しようと思っていますので。ええええ いや、何で、難しい。俺にはできないみたい。いやいや、そんなことない。やいや、なんで俺にはできない。俺は満面の笑み、食べなきゃいけないわけ。まだ何も言ってないでしょ、文脈が。まあ、いいや、まあ、朝の朝も行きますんで、よろしくお願いします。モーニングブラックは新房さん出演です。今日のゲストは堀潤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は、配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは。ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。 番組はラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト、YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。 アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが有感富士の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。 5月23日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームミュージックリクエストをご紹介していきます。今日のお題はラジオの本番中に相方がせんべいを食べ出した時に聴きたい曲。辛坊さんねボリボリといい音をさせておりましたいやいや今日は。<laughs> えー、まず。 群馬県太田市の五十八歳ご飯仙台炊飯者さんう。うまいですね。<laughs> す素敵なラジオネームですね。それは。<laughs> リクエスト曲はこめこめクラブ、こめこめを。<米>こめだからね。こめこめ、こめこめを、ね、はい、僕もしょっちゅうボリボリ食べてますって書いてあります。はい、せんべいうまい。美味しいですよね。はい、好きですが、本番中に食べるのは。うん、埼玉県飯能市のエビーロボタンさんは氷川きよしさんの箱根八里の半次郎。本番中におせんべいを食べ出すなんて、嫌だねったら嫌だね。 増山さんに同情します <laughs> 歌詞がねはい、はい、わかります、はい、神奈川県の増美さん60歳はえこういったことをなさるのは私の知り得る限りお一人だけ歌詞がわがままは男の罪から始まるこの素敵な曲を増山さんにプレゼントできましたらいいのですがということでチューリップ虹とスニーカーの頃ああ名曲ですよね名曲名曲 それから川崎市60歳の車とラジオさん、せんべいの曲は僕の先生はフィーバー原田純さんかな。え？僕のせんべいは。いや先生だしそれ。そう結構笑えますねこれね。僕のせんべいは、ねはい。ありがとうございます。えー、大阪府のピーマンダメですよさん59歳男性。ピーマンダメなんですかうん。ラジオの本番中に相方がせんべいをボリボリ食べ始めたら。 ちょっと待ってくださいと言いたくなると思いますのでゴールデンハーフのちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいゴールデンハーフもねわと頻繁にリクエストいただきますよねそうですかそうですか、はい、それからこちらも心して聞いてください広島市84歳男性のラジオネーム老人28号さん<い>せんべいといえば郷ひろみさんの 二億四千米の人見をリクエストしますいやそれ千米じゃなかったはずですよ何ですか正しいの2億4千あれなんだっけ2億4千米の人見いやいや千しか合ってないでしょそれじゃ相当無理がありますねそれそれからね岐阜県関市の紅のチャーシューさん森雅子さん せんべいせんべいそれはせんべい,い先生だし <laughs> さっきも先生ありましたよねあそうですね先生をせんべいにされる方が今日目立ってます、ね、<laughs> 神奈川県横浜市の影丸さんはうんと何水森あどさんとコオロギー七十三ワイワイワールド これはせんべいといえばボリボリ食べるせんべいですがせんべいで思い出すのはドクタースランプあられちゃんののりまきせんべいさんこれオープニング曲だそうですこの曲のリクエストが二十通以上うっそよく思いつきますそれすごいな水森アドさんなんかこの一年ぐらいの間に水森アドさんのことをこの番組で話題にしたことがありましたねあっ ご健在だということを、はい、その時には確認をいたしましたが、はい、ご健在でしょうね。はい、ズームをミュージックリクエスト。水森アドとコオロギ七十三ワイワイワールド。<あ>どんな曲だよ、これ。<笑><笑>たくさんの方からね、リクエストいただいているんで、じゃあ、こちらエンディングでおかけいたします。さラジオの前のあなたからのご意見は、二十四時間お待ちしておりますのでね。どんどん送ってください。 メールは zoomm.zoom@1242.com、ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。日放放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの時間取り上げるのはこちらです。 日本が2032年のアンポリ非常任理事国選挙に立候補。日本政府が2032年に行われる国連安全保障理事会の非常任理事国選挙に立候補することが一昨日分かりました。複数の国連外交筋が明らかにしました。 今年1月に非常任理事国入りしたばかりの日本は24年まで任期を残していますが、各国の協力を早期に取り付けて当選を確実にする狙いがあります。基礎から解説しましょうか。はい、お願いします。まあ多くの人にとっては釈迦に説法というかそんなことは知ってるよっていう話なんですが、もしかするとそんなこと知ってるような知識がない人は。 いきなりこの非常任理事国の話をしだしても何がなんだかさっぱりわからないと思いますから社迦に説法は承知の上で基礎から解説をいたします第二次大戦というのが終わりましてえ国際連合まあ国際連盟というので失敗してますから国際連盟を作ったんだけれども第二次大戦を止められなかったという反省のもとでまあもうちょっとやっぱ軍事的に強制力を持った えー、機関の方がいいだろうということとで国際連合が発足してところがこの国際連合ってなんか国連総会っていうのが皆さんのイメージにはあると思いますが国連総会に全く力がないわけじゃないんだけども国連の本体は安全保障理事会であって総会での議決と国連安保理の議決とどっちが偉いかっていうとう圧倒的に国連安保理でここはやっぱりあの。 まあ今国連軍というのがねこれ微妙なところでですねまあ第二国際連盟は何かを決めてもあの軍事力が背景になかったのでまあほとんど機能しなかったよねって国際連合はやっぱりそういう時に国連軍というのを作れるようにしましょうって国連軍というのは実は組織されたことがないわけじゃないんだけれども、はい。 でも多くやっぱり国は軍で対処しなきゃいけないねみたいな時に安全保障理事会でみんなで決めなきゃいけないんだけど国連安全保障理事会というのはあの常任理事国って言ってですね国連が続く限りは未来永合安保理の理事の国があってこれが5カ国でいわゆる第二次大戦の戦勝国なんですよ。アメリリカイギリススフランス えー、旧ソ連の、まあ、ポジションを受け継いだロシア、はい、そして中国中国はもともと今の台湾の中華民国だったんですが、えー、ここがあの中華民国から中華人民共和国だから今の中国ですねここに国連の議席が移っていくという、まあ、経過をたどったわけですが、まあ、中国ロシア、えー、フランスイギリスアメリカこれが5、えー、大国で国連,国連安全保障理事会の常任理事国で。 この五大国は拒否権っていうのを持っていてアンポリで何か決めようという時にこの5つの国の1つでも反対すると決められないんですよだからまああの国連軍が組織されたことはあるんですがただ私の記憶で言うとこの国連軍が組織された時には旧ソ連が確かね なな、えー、なんんんかかかかボイコットかなんかで出てこなかったんだと思いますだから議決できたんだけど,ど、ね、そうじゃないとじゃあ何かじゃあベトナム戦争の時対処しようとか今回の対ウクライナでロシアが侵攻してるのはおかしいじゃないかと。えーえー じゃあ多数決で決めたらそんなもん絶対、ね、ところがまあロシアがですね絶対許さないと拒否権使っちゃうと決められないと、うん、この5大国だけにあの永久的な国連の本体であるところの安全保障理事会の理事国のポジションを与えてなおかつあの拒否権という強力な権限を与え続けてるのはこれまあ 理由は第二次大戦の戦勝国だからという以上の理由はどこにもないわけですよ。で日本とかそれからドイツみたいに日本はちょっと最近経済力がですね 下手するとこのままもしかするとどっかで人口のはるかに少ない韓国に経済で逆転される可能性も出てきたりなんかしてドイツにはもしかすると金キン,キンひっくり返すドイツも日本に比べると人口ずいぶん少ないんだけどもそれでも一人当たりの GDP なんかではとっくに抜かれてますけれども国のトータルとしての GDP で抜かれかねないみたいなことになるとまあ 日本はその5つの常任理事国に加えて日本も常任理事国になりたいみたいな議論が結構あったんだけどちょっと最近ではもともとそんなもん5つの国で中国とロシアが反対したら実現できるはずがないんでかなり現実味の薄い話ではあったんだけど議論としてはあったんですが最近はそういう議論すら聞かなくなってきてじゃあまあせめて。 5大国ほどの力はないけれども国連安保理というのは5つの常任理事国と10の非常任理事国、はい、で,で,で5つの常任理事国と10の非常任理事国はまあ5つの国には拒否権がありますけど10の国には多数決の権限しかないですから、はい、全く違うんだけどもでも非常任理事国になっていないと。うん まあ世界の最先端のことがよく分からなかったりそれからまああの非常任理事国も含めて毎月議長を。 その十五カ国で月ごとに回していくんですね。えー、そうすると日本は十五ヶ月に一回、えー、議長国が回ってきますから、で議長になると、はい、じゃあ何を討議するかみたいなことを一応決められるんですよ。五、えー、大国じゃなくても。だから日本が非常任理事国になっていて、うん、議長になったタイミングで、はい、やっぱり北朝鮮の問題をもうちょっとあの世界に認識してもらいたいみたいなことがあると、はい、そこを訴状に上げて会議のテーマにすることができたりなんかするんでそれなりに非常任理事国をやってる意味があるんで日本。 はできるだけチャンスをつかもううとということでえ大体だけどあの10カ国しか選ばれなくてそれも確かに5つの地域に1つの地域に2国ずつぐらいとかって決まりがあるんですで非常任理事国と常任理事国は永久ですけども非常任理事国は2年しかできないんですね。年で そうするとその世界中ものすごい数の国があってそこから10カ国ですからんそんなにしょっちゅう回ってこないんですよ。はい、でなんとか日本はですね今までは2年やって6年間空けて2年やって6年間空けてっていう、まあ、非常任理事国の中ではかなりあの頻繁に非常任理事国のチャンスをつかんできたんだけれどもえいえいこれ今。 で今年と来年非常任理事国なんですよ、はい、日本はと、うん、いうことは2024年があの年限ですね,ですね期限ですね<気>ところが2032年の選挙に立候補ということは、はい、次になれたとしても2033年,年からですから間9年空いちゃうんです<ー>今まで6年,あい年6年空けて2年6年空けて2年 2>、えー、6年空けて2年ぐらいでやってきたのが、えー 今回9年会いちゃうんですよこれ実現ししたとしてもだからあんまり大きな声では私は言いたくないんですけれども、うん、やっぱり最近の日本の国力低下というのはこういうところにもじわじわで出始めちゃってるかなってないや日本は経済大国だから、はい、やっぱり世界の中で発言力を確保するのが当然だっていう世界の認識もだんだん薄れてきちゃった上に、うんいね、新興国の中でやっぱり非常任理事国になりたいっていう国もたくさん出てきたことも背景にあるんだけれども。うんはいはい まあさっき言ったみたいについこの間までいや日本は常任理事国の中に名を連ねようみたいなことを言ってたのがちょっとやっぱりそれのバックになるべき経済力が落ち,落ちてきちゃってるということもあってその辺りも微妙にこの選挙に影響してきてえーだいぶ次来年で非常任理事国の日本の任期が切れた後しばらくは日本はこの安全保障理事会に参加できない時間が 続きそうだという,うとはい。まあ、ちょっと残念だなというのが正直なところです、うん。よくわかりました。今日最後のズームオンでした。 ズモンミュージックリクエストをお送りしたのは、影丸さん、ゼック東京さん、M カッコカリーさんエシ、エビスの黒生さん、前浜太郎さん、エビロボタンさん、サッチーさん、タケゴンさん、ヘイヘイさん、唐揚げは週に3日さん、野菜肉さん、カスツシカク北斎さん、サンキュー40海さん、新小安の親父さん、クレナオさん、ヨダヤ橋大江橋さん。 <laughs> <laughs> 頑張って。どじょうさん、ひすみやさん、自作六十五納豆さん、新丸子の不動産屋さん。二十人の皆さんからのリクエスト、ーコオロギ七十三と水森アドワイワイワールド。ありがとうございます。ラジオでも。この曲を。フルコーラスで、おかけした番組は早々。そうそう。 ないだろうと一番の歌詞はなんとなくわかるんですけど二番三番ってこんなだったんだと思いながら聞いてましたけどね,ねこれあのテレビの主題歌としても、はいえー、テレビの主題歌って大体あの一番しか放送しませんから二、ね、番三番聞いたことあるっていう人はあれ <laughs> だと思いますよおそ <laughs>、うんえー、らく CD 買って聞いたという人もそんなに多くはないと思いますからねでもいい勉強になりました、はい、<laughs> さあこの後日本放送は日本放送ショーアップナイター東京ドームから巨人対 DNA 戦解説佐々木 和さん実況日本放送荒川雄二アナウンサーでお送りします。 明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工人アップ出演は数量政策学者の高橋陽一さんお迎えいたしますでこの番組は28日に決選投票が行われるトルコ大統領選挙にズームしていきますゲストは日本貿易振興機構のアジア経済研究所今井光平さんですはいということでございましてね世の中動いております辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と松山沙耶香でした明日も聞いて頂戴